おはようございます。日曜日です。11時半ぐらいにまで寝てしまいましたけど、昨日1時ぐらいに寝てたんですけど、だから10時間ぐらい寝てしまいました。まあいい感じに睡眠不足を解消できたんで良かったかなと思いますけど、今日は眩しくて見えないけど曇りかな。でも路面が乾いてて天気はいいんじゃないかなと思います。さあ、遅すぎる朝飯ですが、家族が作ったバナナパン、パンじゃないケーキ。はい、もう早いっすか、昼飯。この焼きにおにぎりめちゃくちゃうまいっす。え、いいの？何する？韓国産と台湾産だったから俺食いたくないかな。どうぞ。待って、ちょっと今日は友達とね、一日遊んでて、まあ食べに行ったり、なんか家でダラダラしたりしてて、少しね、あの模様が撮ってなかったんですけど、まあ今帰ってきました。今9時ぐらいですけど、久々にファミマのフラッペを飲みました。なんかファミマのフラッペ、ラインナップから、あの昔好きだったラムレーズンのフラッペがなかったんですよ。売ってるのかもしれないですけど、自分行ったところじゃなくて、あれ好きだったんですけど。はい、ということで、まあ今ちょっと友達と買い物ちょっくら行ってきて買ってきました。今ちなみにクッキーバニラフラッペっていうのを飲んでます。めちゃくちゃ美味しいです。夕飯はそうめんです。じゃん、天ぷら全部俺食べていいみたいです。いや、天ぷらうまいね、うん、でしょ。